皆さんこんにちは。あのですね、以前ちょっと前なんですけど、この軽トラックとね、でうちに相方がコペン乗ってるんですけど、でふと、ね、思ったら、コペンの方よりも軽トラック、このハイゼットの方が乗り心地がいいっていうね、はい、それにコメントをいただいた方がいらっしゃるんですが、やめたんですかね、あの返信しようと思ったらなんかできなかったんで、はい、あれなんですけど、なんか GR コペン、ね、あれを注文して納車待ちだ、いいじゃないですか、羨ましいですね、GR コペンなんてね。いやー、GR ヤリス、あー、もう最高、ヤリス関係ないですね、GR コペンいいじゃないですか。乗り心地は良くないと思いますよ。うん、足回りかなり硬い、ノーマルも硬いんですけど、これでもどうですか、純正のビルシュタインあるじゃないですか、タイプ S とかね。あ、でもあれもビルシュタインなんですかね、GR もね。だそういったところが、で多少違うかもしれないですけどね。でもやっぱりこういろんなその記事をね読ませていただくと、結構足回りがガチガチに固めてあるっていうね、はい、S660 の方が乗り心地いいらしいですね、やっぱりね、うん、で、まあ、じゃあそれがマイナスなのかっていうと、そういうわけじゃないんですよ、うん、私は別にですね、コペンが良くないとかつまらないとかそういうことは全然言うつもりはどこでもないんでね、面白いですよ、乗れば、やっぱり最高ですよね、もう存在がもう最高ですから、どうする、そういうあれじゃないんですよ、うん、で、それをね、こう軽トラと比較するとこう楽しいでしょ楽しくないですかね。そう、軽トラックって乗り心地でもそんな悪くない良くないけど、良くないんだけど、コペンよりはいいっていうだけの話だよね、別にね、うん、で荷物なんか積んだしりゃなおさらですよ、うん、やっぱり軽トラはバネが重量上がるんで、はい、バネが重量がね重くなる重くなるほど乗り心地は良くなるのはまあ普通ですから、まあ、それ考えると、まずはタイヤですよね、やっぱり50タイヤついてるところね。で、ホイールだって決して軽くはない、大きい、あんな大きいホイールですから、だからバネが重量は必然的にその部分で重くなってしまうっていうね、うん、そういうのがあるんじゃないかなって、なんか難しい話、なんか知ってるかのような話してますね、私よく分かんないんですけどね、うん、なんかそういうことを聞いたことありますよ、なんかバネ化重量っていうのがある、だから倒立サスペンションとかは、有利だと、そういう意味でね、乗り心地とかにはね、っていう話を聞いたことありますが、どうなんですか、うん、で、結局ですね、私は別にね、面白おかしく話してるだけで。だって面白いでしょ、その方が。え、軽トラとかよって思うでしょ、うん、これだからどっかわけの、例えばわけのわかんないことないですね、例えばムーブと比較してとかね、それおもろくないじゃないですか、やっぱり軽トラっていうインパクトが、軽トラとコペンっていうとインパクトがあるから、ね、ただそれだけのことでございます、はい、もう多分買って乗ってはやっぱいいなと思うと思いますよ、乗り心地は硬い、足まで硬いですからね。で、私の昔ね、コペンをだからうちのが買ってね、でちょっと経った時に知人がちょっとこっちに来たので、で迎えに行ったんですよ、新鎌ヶ谷までね、まあ、市役所までなんですけど、でコペン開けて、せっかくだから開けて乗りましょうよっつって、そしたらこれ随分足回り硬いねって、そう、乗り心地ね、よくない、あんまよくないですよ。でもじゃあなんでそうなのかって言ったら、やっぱり本気で走った時にどうして本気で走る必要があるんだって言われたら困りますけどね、走る場所を選べば、ああもう最高だよってなるんですよ。はい。なので、いいですよね、GR コペン。ね、無限 S660 の無限バージョンとかね、いいですよね。でも私が今一番これ乗ってみたいなと思うのはやっぱり GR ヤリス。ヤリス GR。ね。あれすごいですよね。あれはね、もうちょっとこう惹かれますよね、はい、まあ、とても、ね、乗ることは多分一生ないと思いますけど金額が金額なんでね、400万なんかするのなんて絶対買えないですから、うん、ね、これ車屋とかやっててね、中古で出回ってきて安く、ちょっと少し安く、あ、ちょっと 買おうかな、なんてね、できるかもしれないですけど、車屋じゃないんでね、買ったら絶対大赤字切らなきゃいけないんで、仕入れでできないですからね、だから無理ですよね、残念。うん、他にもね、魅力的なのいっぱいあるんですけど ね、乗ってみたいと思う、ありますよね、ありますよね、車ね、ありますよ。あ、でもね、そう、知人が乗ってる S800、あれの乗りたいな、あのね、そう、かあの方はね、いいよ、別に乗ったって、別に全然、いいよ、言ってくれるんで、
チャンスがあったら乗りますよ。S800 ね、うん、そうやっぱりダメな人もいるんですよ。いや絶対ダメ、あの 人には乗らせないっていうね、うん、そう運転させないっていういらっしゃるんですよ、ね。まあ、いろんな意味でね、あの危ない、なんかあった時困るとかね、そういうのももちろんあるかもしれないけども、やっぱりあのなんか 人に乗られちゃうともうなんかちょっと嫌だなっていう方もいらっしゃるんですよね、うん。だから本当だったら、だからそういう整備士だとかなんとかってそういうのも本当は乗ってほしくないっていうね、うん、自分が乗ったらもうあとはもう自分だけのものっていう、ね、他の人がなんか乗ろうものだったらもうちょっともうダメだ、じゃあ違うっていうね、うん、まあそういう方も中にはいらっしゃる、うん、まあいろんな方がいらっしゃいますからね、はい。ただまあ、S800 はいい、あ、まあでも S800 はね、うん、まあいいんですけど、やっぱり乗りたい、やっぱエリーゼとかね、乗ってみたいですよね。他何あります？あ、やっぱあの 135i BMW のね、6速マニュアルがいいですよね、ツインターボのね、あれ乗ってみたいですよね。したくないですか？乗りたくないですか？乗りたくないですかって誰に言ってんですかね。でやっぱり、あのね、コペンに私乗って思うのは、コペンで思うのはあれです。やっぱりね、内装がちょっと安っぽいかなっていう気がします。はい、やっぱりまあ確かに高い車ではないんですよ。200万ぐらいですから、180何万とかね、200万円ぐらいですから、別にそんな、もちろん高級車ではないんですけど、ないんですが、やっぱりちょっとね、もう少し高級感があってもいいんじゃないかな、まあ、高級感とまでは言わないけども、内装とかは少しもう少しクオリティが高い方がいいかなっていうことは思います。ダッシュボードのとかね、あといろんなところも質感ですよ、その部分もう若干お金かけてね、やっぱりこう乗ってる人がなんかいいなと思えるようなあれにしてくれた方がいいような気がする。軽トラとかでは変わんないですよ。色味とか違いますよ。色合いは全然違う。でも雰囲気的にはもう軽トラのこのダッシュボードとはそんなに、そんなことでまたがっかりさせられる。 GR はどうなんですか。ちょっと変わってるかもしれないですもんね、うん、普通のコペンですよ、普通のコペン、うん、あとこのドアの開けるノブ、このあれとかね、ちょっとね、なんだろうな、うん、あとやっぱり嫌なのハンドル大きい、うん、ハンドル大きいのが嫌だね。やっぱあれだけはね、要はあのみんな一緒じゃないですか、他のメーカー、他の車種と。ミラー系、要はムーブとか、要はあの辺みんな一緒ですよね、同じハンドル使ってるんですよね。ハンドル大きいんですよね。だからその点はやっぱりちょっと小さくしてほしいなっていうね、感じがします。でエアバッグついてなければ、もちろん車外の、ね、ナルディとかに変えちゃうんですけど、さすがにエアバッグついてるんで簡単にね、じゃあもういいや、別にエアバッグいなくてもいいやっていうわけにもいかないので、うん、そのあたりがちょっともうあとちょっとっていう気はしますけどね。だけどね、私そんなこと言って、まあ、ふざけんなよと思うかもしれないですけど、私はあの存在が価値があると思ってますから、もうあの車が今作られて販売されているっていうだけでね、もういいよ、もう小さいことはとりあえずいいよっていう言えるんですよ、うん、ただもう少しこうだともっといいねっていうだけの話でしょ、うん、そう、なぜかというと、もう あのぐらいのああいう車って買う人って安いから買うわけじゃないので、うん、だから別に今、200万ぐらいするんですかね、100タイプ S っていうのもありますけど、うん、だちょっとぐらい高くてもプラス5万ぐらいね、10万ぐらい高かったとしても、そういう部分が良くなってればより納得すると思うんですよ。あ、いいなっていうね、うん、なんで、私はそういうところを希望します。ダメですか ね、上げるとね、いろいろね、まあ、気になる部分はあるんですよ。こうだ、ここがこうだとかね、あと屋根がカタカタ鳴るとかね、走ってるとだけどもうそういうもんだと。あれ調整すればね多少治るんですけど、やっぱりしばらくすると上げて閉めて上げて閉めてやってるとダメなんです。なんか走ってるとこうカタ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 ってこの辺からね聞こえるんですよ、うん、でもそれもね含めていいじゃないですか。コペンだから、もう存在ですからね。コペンだからいいな、いいですよね、うん、S660 乗ったことないからわからない、
S660 もあるのが不便だからより不便なんでどうかと思うし、あと CVT は多分乗りたくない、乗っても多分あのうわすげえ楽しい欲しいと思わないと思うんで、できればマニュアルがいい、とは思います。これもみんな私の勝手な、私の勝手な主観で話してますからね。それに対してそんなまあどうのこうのと言われても、あのそれはそれで別にどういう意見があってもいいんですよ。だから全てがああもう最高だっていうね風に言っていただいてもいいし、やっぱりいやここはこうではないのかとかね、あると思います。コベンのいいところはねもういっぱいあるから言う必要ないんですけど、やっぱり実用的なところがいいですよね。トランクスペース広いんで結構荷物詰めるんですよ、買い物とか行って、ね、屋根さえ開けなければ。唯一残念なのは荷物を積んでしまうと屋根が開けられなくなってしまうことです。コペンにとっての最大のメリットである屋根が開くというシステムを使うことができなくなってしまうんです。これは問題ですね。非常な問題ですよ。やっぱりね屋根が開けられなくなってしまったらねコペンじゃなくなっちゃうんですよ。あ、そういえば屋根が開かないコペンありましたよね。なんかね限定車で出てましたけど、あれもなんか再販またねあれ結構なんか評判良かったみたいで、あれ結構ねかっこいいんですよね。クーペスタイルでね少し、そんなのもなんかありましたけど、まあいろんなありますよね。でもそうやってねこうやってああでもないこうでもないっていうお話に上がる、それがすごいことなんですよ。まあ、箸にも棒にもかからないのいっぱいありますからね。やっぱそうなっちゃうとねちょっと。S660 なんかもう作らないっていう話も一瞬出てましたからねいつの間にか消えちゃうっていうね怖いですよね。もうホンダさん自体がね軽自動車作らないっていうね話をねしたりしなかったりっていうやってましたから、やっぱり日本だけでしか販売できない車両っていうのは儲からないんですよ。だからやめちゃうっていうね、まあ当然ですよねしょうがないですよねそれね、こればっかりはやっぱり企業である以上はね営利団体ですから儲けなきゃいけないんですよね。株主もいますしね。だから株主から言わせれば軽自動車なんか作ったって売れないんだから儲かんないんだからやめろと、海外にいっぱい輸出してね儲かるような車両にしなさいよっていうね、利幅の大きい車両にしなさい、高級車にしなさいとかね、そういうことを言ってくるのかもしれないですね。で、まあ二輪が少しね好調だからっていうことでね、多めに見てるっていうところもあるのかもしれないですね。ただね、ホンダさんっていうところはね、株主あってのホンダだとは思ってないと思うので、やっぱりね、ホンダとしての車作りっていうね、こういう車を作るんだっていう、売れる車じゃなくてね、売れる車じゃないんですよ、ホンダが作る車っていうのは、やっぱりね、こう、こういう車を作りたいんだっていうね。そういうものを作ってほしいんですよね。売れるからって言ってね、なんかこう私は変なこと言おうとしてますか、ね、まあいいんですけど、どんな車作ってももちろん結構ですけど、やっぱりね、でも S660 もしなくなるっていうんだったら買いたいですよね。だ高くなるのもう分かってるから絶対に、もう目に見えますもん。で値段絶対上がるでしょ、絶版になったら最終型ね、もう上がりますよね。できれば無限がいいですよね。無限仕様がいいですよね。最終型にね、限定車で無限仕様出してくれれば、もう絶対それ買いますよね。いや、買えないや、お金ないんだから。絶対買うなんてとんでもない。絶対買いようがないんですよ、お金がないんだから。だから結局ね、お金持ってる人が結局買って、また儲かっちゃうっていうシステムなんですよね。お金持ってる人っていうのは、お金がどんどん増えていくっていうね、これがやっぱりこの世の中の、あれなんですよね。持っているものはどんどん、ね、増えていくっていうね、与えられるみたいな感じなんですよ。で、ない人っていうのはやっぱ結局何も残んないみたいな感じになっちゃってね、嫌ですね本当にね。だからそうならないように、まあ、なんもうどうしようもないんですけどね、地道にやっていって、あ、朝通った時は団子屋さんすごい混んでました、並んでましたけど、今はね全然人がいない、もう終わりですね団子屋さんもね。あ、黄身しぐれ食べたいな、まあ、余計なことでございました。はい、こんな感じでですね、いやコペンはいいですよ、ね、最高ですよ。私が軽トラとコペンどっちかしか選べないって言ったら、それはもう軽トラ選ぶしかないですけどね。なぜかと言ったらコペンじゃバイク積めないから、ただそれだけのことですけどね。やっぱりこればっかりはね、仕事変えるしかなくなっちゃうとしたらね、
仕事を変えてまでコペンを選ぶっていうことは僕にはできない、残念ながらね、はい、今のところは、はい、まあ、難しいですよね。比較しようがないですもんね、軽トラと比較するのはね。これ軽トラ S660 とコペンを比較するのは別ですけどね、そしたらどっちを選ぶかなんてね。どっち選びますか。余計なことなし、失礼します。